はい、かっちゃんです。ギターを弾き始めて、てか始めて、今日3日目で、ダイエット日誌と同じように、動画を撮ってます。でですね、まあちょっとこの 2,3 日天気が悪いっていうのもあって、心のバランスもあんま良くなくてですね、なんかやることいっぱいあるんですけども前に進めないなんていうのが、まあ正直なところで、そんな時は心を落ち着かせるのにギターが一番かななんて今日思い始めました。はい。で、ですね、まあ友達の、はい、身近なギターのバンドをやってる友達にギターを教えてもらいながら練習してるんですが、次のレッスンが25日だから、あと5日ぐらい、5日の間にカントリーロード。カンティーロー、この道、ずっと行けば、あれね、あれを、弾けるようになるっていうのが最初のミッションなんですね。で、教えてもらったコードは、G と E マイナーと D と C、C、G、D、E マイナー、C しか出てこないコードなんですけども、それを、日々、ちょっとずつ練習してます。で、まあ、今日みたいにね、ちょっと心のバランスがあんまり良くない日は、まあ、ギター弾いてる方が心的にはいいのかなーなんて思ってます。でですね、今日これから、今日3日目なんで、こんなもんですよっていうのを撮りたいと思います。そう、昨日からね、8ストロークね、8ストローク。なんとなくね、見ていれば弾けるんですけどね、無意識のうちにっていうレベルにはまだ達しません。で、コードの押さえるのも、見ていれば押さえれるんですけども、正しい音も出るんですけども、とっさに移動することもできません。なんで、まあ、口ずさみながら、頭の中で曲をイメージしながら、コードを弾いていくみたいな感じでやっていきます。はい。前とか下手とか、見ないでください。なんとなく努力してるなって思ってもらえば結構です。はい、いきまーす。ヒート、チャ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 。お、チャ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 。カンティロこの道感じる。
な感じですね。なんとなく自分の中では弾けてる気分になっています。まあ、そんなわけですね。毎日はちょっと難しいかもしれないけど、動画撮りながら、やっていくので、こちらも声援お願いします。ガッチャンでした。今日の動画いかがでしたか？まあ、毎日少しずつ頑張ってるガッチャンです。そんなわけでね、皆さんの声援が私のモチベーションです。今日も頑張ってねーって思った方、ぜひいいねボタンを押してください。こちらですよ。はい。そしてですね、チャンネル登録していただいた、いただけば、もっともっと頑張れるかなと思ってます。ぜひ、ここのチャンネル登録と、その脇にある鈴のマークも押してください。鈴のマークを押していただくとね、私のダイエット、もしくはギターとかね、他のことやってるいろんな動画がリアルタイムで皆さんの元に届きます。そのわけで、いつも声援ありがとうございます。ガッチャンでした。